お前たち、どんな恐ろしい悪事をしているか、自分で分かっているのか。分かっているさ。見たまえ、この私が開発したシャア太陽ザクの姿。これはなかなかいい性能だ。シャア、ここに乗っているのか。そうだ、私が今からこの電子レンジマンの世界をラブリ殺しにするのだ。お遊びはそこまでだぜ、シャア。俺がお前の相手になってるぞ。お、電子レンジマン、あとは任せたぞ。ヒロシマン2世、俺に任せろ。シャア太陽ザクは俺が成敗してやるぜ。電子レンジマン君、また会おう。俺、私が相手になって、ここはお前の墓場だ。体格の違いが戦争でいかに重要なものか、今お前に思い上がらせてやる。うわぁ、モビルスーツの性能の差にパイロットとしての腕の差が加われば、お前など赤子をひねるも当然だ。うわぁ、分かったか、電子レンジマン。ザクの肩部分にはこのような使い方もあるのだ。うわぁ、刺さるぞ。ギャー。電子レンジマン君、君にとっておきのプレゼントを差し上げよう。あんた、剣持会長、この D パンチャーを使うんだ。そうすればシャア太陽ザクなんてひとたまりもないぞ。こいつはありがてえパワーアップアイテムだぜ。完成、 D パンチャー。 D パンチャーとは、電子レンジマンが腕の腕力を 70% アップできる最強の装備なんだ。いくぜ、シャア太陽ザク D パンチ。あー、どうぜ。くそ、この恨み必ず晴らさせてもらうぜ。え、シャアじゃねえやつが乗ってるじゃねえか。じゃあこれなんだ。これちびっこのみんな、 D パンチャーは全国の野球用品店で買えるぞ。みんなもこれを買って腕力をアップさせよう。ただしお友達を殴っちゃダメだぞ。